はい、今日はですね、イルカマンを使ってランクマッチをやっていこうと思います。ここまで動画見てる人で実はこれがイルカマンではなくナミイルカだってことに気づいた人一人もいない。見た目ほぼ一緒なんですけど、ナミイルカとイルカマンだと胸の部分の模様がちょっと違うんですよね。今日はですね、ドオーみたいに何も考えず真面目にランクマッチやっていきます。多分そろそろお前アーマーガーとドオーしか使ってないやんってのが視聴者の方にバレ始める頃だと思ってます。タグイさん大好きです。キリキザン、ウルガモス、ヘイラッシャ、ドンフィン、セグレイブ、パルシェン。相手のパーティーゴーストタイプいない。ヘイラッシャ以外ルカリオで破壊できるぞ。出すか。初手に出すポケモンアーマーガーでいけそう。アーマーガー、ウルガモス以外はいける。ヘイラッシャに対してもアーマーガーが挑発あるんで、なんとかなる読み、アーマーガーで、通りがいいルカリオも出しといて、ギリまだヘイラッシャきついから、そこ起点にして頑張れそうなニンフィアの3匹進出で、いきますか。はい、対戦お願いします。コメント、ランクマ10万か?バロリの登録者9割以上がマスボ級にすらいけないエアプ。マスボ級にすらいけないというか、まあ、やってないんじゃないですかね、そもそも。で、アーマーガー VS ヘイラッシャは、有利対面なんで、とりあえず挑発から撃ちますか。ハクビとか撃たれるのめんどくさいんで。対戦をやってない人が多いと思うんだけど、対戦やってないけど、僕の動画を見てくれてるというのは、ありがたい話ではありますけどね。今、マスターボール級の人口18万人くらいいるって聞いたけど、あ、でも18万か。アクアブレイク。え、すごっ!何これ?ちょ、え、パワー系ヘイラッシャなんだけど。おい、これ、8、なんだよ、8分けヘイラッシャという。強。まあ、18万人ね。僕のチャンネル登録者数100万。ポケモン対戦しか上げてない。パルシェンに引いてきたな。アクアブレイク連打で防御下がるまで粘ってくるかなと思ったけど、アーマーガーね、ミラーアーマーがあって、ミラーアーマーだとアーマーガーの防御下がらずにヘイラッシャの防御が下がるんだけど、プレッシャーで使ってるの、入っても見てたと思うんでね、これ春休めのタイミングに合わせて無理やりパルシェン投げて殻を破るか、絶対テラバースト炎か電気ある。絶対。もう怪しすぎるんだよ、この展開の仕方がさ。だってアーマーガーに鉄壁されたらこれ突破できないわけじゃん。で、絶対テラバーストあるので、トンボ返りで、まあ、ファルシェンいるんだったらルカリを出しといてよかったっすね。で、ヘイラッシャが、まあ、ハチマキなんで意外と耐久に振ってない可能性あるから、まあ、天然とはいえ意外とルカリオで押せる可能性がある。ニンフィアよりはルカリオだな、まあ、ニンフィアでテラバースト水にしてツララバに耐えようと思ったけど、水にしたらそもそもパルシェンに対する打点ないんで、まあ、ルカリオから投げざるを得なくてインファイトを打つ。インファイトでね、殻を破って防御が下がったパルシェン落とせないとは思うんだけど、インファ神速ではいけると思う。そういえばマスターボール級が18万人くらいいたら、ランク間の順位が1000位とか2000位とかでも全体の上位 1% 以上に入ってるみたいなのを見て、ってなりましたね。って。で、相手のパルシェン電気テラス。まあまあまあ、そうっすよね。アーマーガーに出してきてるってことは、物理アタッカーの電気テラス増えましたね。ヘイラッシャとかアーマーガーみたいな有名な物流系を電気タイプになることで崩しに行けるんで。まあ、ずっとは厳しいと思うけどね。新シーズンで新ポケモンが追加されていく限りは、この盛り上がりも続いてほしいなと思ってます。パルシェン硬すげえ!防御下がってんのに。こいつ防御所属値180ぐらいあって、実数値無振りでも200ぐらいあるイカレポケモン。イカレポケモンで、氷タイプっていう弱点のタイプが多かったからこそ許されてたみたいなとこあるけど、テラスタイプがその弱点すら消せるようになったからかなり評価を上げてる。おー、かわいい。うんこまみれになってるけど、相手のドンは。まあ、新速読み。え、待って、これゴツレだったらやばい。あー!いや、なんか、新速のために全然入らねえと思ったんだよな。まあ、5つ目か。まあ、アーマーガーからでいいか。アーマーガーなー、ただ、ドンファンとアーマーガー、ドンファンが5つ目だから、アーマーガーでドンファン削ってる過程で、アーマーガーをどっか羽休め押さないといけなくて、そのタイミングで自信押されると、効果抜群で結構きついから。てか、これ、アーマーガーから入ったの、そう考えるとミスじゃない?最初からニンフィアから入ってドンファン、ちょっと無駄なサイクルやっちゃったけど。多分、ニンフィアでドンファン倒して、アーマーガーの HP キープしといた方が、トータルの勝率。やらしすぎた。マジで、無駄なことした。けど、
特に問題もない。これ一回瞑想積まないとドンファン多分テラバーストで取れないんで、瞑想から入って、でドンファンの攻撃は相手ドンファン硬すぎるから HP ほぼぶっぱなんで、ある程度余裕を持ってね耐えることができると思うんで頑張っていきたい。年末年始でね忙しいってかいろいろ予定がある方も多いと思いますが、どうか年が明けたとしてもね、この形のことはポケモンのことは忘れないでください。これ瞑想1積みだとヘアリースキンあるっつってもドンファンの特防が低いっつってもテラバーストで、まあ、倒せないよな。ニンフィはほとんど火力に振ってないから。あと僕のことも忘れないでください。僕は君たち一人のことを覚えきれてはいませんが、でドンファン倒して、あとステルスロック巻かれたけどあんま関係ないか、どうせ羽休めするだけだし。アーマーがてか逆にステルスロック巻かれてアーマーがの HP 削れた方が美味しいまである。だってヘイラッシャーと対面した時にね、羽休めから入れるんで HP マックスだと羽休め打てませんからね。いやもうここまで読んでたんでね、ここまで読んでたんで、はい、全部ここまで読んでて、あえてあの意味わからん立ち回りをしました。何言ってんだ。いやヘイラッシャーから来るか。いやだからヘイラッシャーから来るよな。いや一応水タイプになってるんですけど大丈夫。ハイパーボイス、ハイパーボイス、ハイパーボイスだったらそのヘイラッシャー飛ぶけどね。ちょ一回身代わりでね様子見します。チンパンジュアレとかの、まあ、可能性すらあるんで。レールタックル。いやパワーやばそう。いやハチマキヘイラッシャーのウェーブタックルだから、いや割れるよな。棒よりめっちゃ届く血振ってるとはいえ割れるよな。で水タイプなんで、まあ、こんだけ HP あればハチマキヘイラッシャーのウェーブタックルだとしても耐えるんだけど、このリンフィアの技構成をサイコショックにしてるせいで、サイコショックにしてるせいで、サイコショックだと絶対ヘイラッシャー削れないって天然だから、天然とかいかれ特性を適当に与えすぎたゆえにヘイラッシャーとかいう化け物が生まれてるせいで、こうサイコショックでね、サイコショックよりこっちの方が入ると思うんだよな、ヘイラッシャーの種族史的には。強ま、強い。強は言い過ぎか。強かったらニンフィアワンパンでぶっ飛ばしてるから。まあ、強は言い過ぎか。結局アーマーガーで、まあ、ちょっと削れたヘイラッシャーと、裏にいるパルシェンをぶち抜けるかどうかなんですけど。いや、ハチマキウェーブタックルのダメージがさ、いや、てか無理じゃねこれ。ハチマキウェーブタックルプラス、パルシェンの電気テラバーストを耐えるかどうかっしょ。で、ここは、まあ、ギリギリまで相手のヘイラッシャーの HP 削るんで、もう絶対にギリギリまで削る。身代わりの分削らせといて、さらに食べ残しで回復して、食べ残しの分の反動ダメージも、まあ、与えるっていう、こう、ねっちりやっていくよーん。ニンフィア落ちて、いやーこれブレバ圏内じゃないよなー。ブレバで倒せるんだったらブレバ したいけど、さすがにアーマーが無振りでヘイラッシュがハチマキで耐久にそんな努力値打ってなかったとしても、これ一回跳ねか、一回跳ね休め、こういう時跳ね休めから入るのでかいんじゃない。だからウェーブタックルプラスブレバの反動プラスパルシェンの電気テラバ、まあ、ヘイラッシュのウェーブタックルは、いやこんだけ HP あったらさ耐えそうじゃない？耐えるっしょ、これ。パルシェンのさ。いやいや、パルシェンって殻を破るしなかったら火力ないっすからね。アーマーが HP ぶっぱで。いや、電気テラバースト、耐える。あ、いや、マジでこれ、冗談とかじゃなくて、耐えると思います。なめんなよ、アーマーがを。パルシェンさん。テラバーストを。耐えろ！へぇ！無理か。おい、これ急所有効なんじゃないっすか、急所有効なんじゃないっすか。計算しろ。てか、あっちは気に出したと。ごつめドンファンが強かったわ。やっぱ予想外のところから来る予想外の方ってね、刺さるんすよね。はい、引き続き上位 1% 帯のランクバトルやっていきます。相手のパーティー、サザンドラ、カイリュウ、ウルガモス、このよザル、ニンヒア、モロバレル。相手のパーティーに素早さ種族値100より速いポケモンがいないんで、イルカマンから投げて、まあ、イルカマンが相手のウルガモスが最速だった場合、鈍速になるんだけど、それでもイルカマンから入っといて、相手のカイユのマルチスケールがだるいんで、5つ目アーマーが、この2体だとサザンドラの受けがないから、ドオーの3匹死にする。よしよし！コメント、金の盾を持つ YouTuber は警察に捕まるらしい。捕まりません。僕はね、他の人は知らないですけど。まあ、YouTube のチャンネル登録者数100万人を超えると、特典で金の盾がもらえるらしいんですが、僕は100万人は言ってるんですけど、金の盾をもらうために申請する方法がわからないので、
もらえないので捕まりません。で、イルカマン一回引っ込めてヒーローにするために、ここは命を守る。下がっといていい。まだいい。まだ俺が守る。で、アーマーガー出して、初手このヨザルはね、ステルスロックとかのイメージが強いっすけどね、やっぱこのヨザルっていうと、まあ、今の YouTube 見てる人たちの中だと食べ残し持たせたビルドアップドレインパンチとか、みたいな方のイメージの方が強いかもしれないっすけど。あ、てかスカーフの可能性もあったな、初手だと。まあスカーフじゃなかったんでいいや。ってことはタスキっすね。ステルスロック挑発岩石封じ、フンドの拳。もしくは、まあどっか一個削ってインファイト入れてるかの、どっちかなんですけど、多分挑発かステルスロックなんで、挑発と打ってきた時にアドが取れるイルカマン下げ。まあステルスロックでもそんな問題ないでしょうのイルカマン下げ。で、これで、ヒーローになったんで。いや、次は俺が守るわ。いや、さっきはアーマーガーに守ってもらった。でもアーマーガーを次はイルカマンが守る。はい。ハチマキ持ってるんで、クイックターンでこのヨザル飛ばせると思うんだけど、特にクイックターン打って困りそうなやついないんで、諸バレルぐらいだ。いや、諸バレルいるか、これ。諸バレル読みで冷凍パンチ打つか迷ったんですよね。でも冷凍パンチでよかったっすね。海竜だったら結果。クイックターン打っちゃったけど、海竜だったら別クイックターンでもそんなディサードじゃないから。まあ、いけると。この前、海竜に大文字打たれたけど、さすがにそんな海竜おらんやろってことで、ここ強気にアーマーガー投げてくけど、炎のパンチは持ってる可能性があるけど、アーマーガー HP とかだと、まあ、こんだけ HP あればね、海竜のハチマキ、炎パンも耐えるんで、一回出して羽休めから入りますか。相手の海竜の肩みたいんで、炎パン、はい、ダメージ的にハチマキ。炎パンは交代読みで当てないと、アーマーガーのサイクル崩せないけど、対面からだったら、まあ、勝てないんで、羽打って、そう、金の盾ね、もらえないんですよね。何かをもらうためにこの手続きがいるって言われて、そっちのが得だと分かってても、できないんだよな。このヨザル、これ読まれたか。相手の海竜の炎のパンチの打点的に、こだりハチマキを持ってるのは確定だから、相手の海竜、炎パンしか打てないわけよ。だから、イルカマンのボディで、筋肉で、胸で受け止めたろうかなと思ったけど。なんでこのヨザルに引いてきたんだ。これ何読みっすかね。まあ、結局これクイックターンでこのヨザル落とすだけでいいんで。まあ、サイクル的には、ガン有利。このヨザルシーズン途中から評価されて、こいつ倒せるやつおらんやろ的な感じで一気に数増やしたけど、今はまただいぶ減ってきましたね。エアプガリ筆頭みたいな性能してたけど、倒され方が周知されてきたんだろうな。ポイントカードとかもね、作れないんだよね。作れないってか、作るための会話ができないし。作ったとしても保管できないので。はい。雨にむせぶニンフィア。色違い。おー。名前と色が合ってるな。アーマーガーまだ取ってきますか。カイリューに役割持てるんで。で、ニンフィアに対してはドオーでいけるんで、ドオーでいけるとは言ったものの、残飯瞑想ニンフィアだと崩される可能性がある。かっこ、サイコショ、いや、シャドーボールはオッケー。シャドーボールはオッケー。メガネか、まあ、突撃直帰だと思うんで、多分火力的に直帰っすね。メガネだったらもうちょっと入ってそう。特防ダウンは正直、まあ、ドオーのね、ドボディだったらね、問題ないんで、相手あくび打って、特防下がったところでハイパーボイスで、攻めれないんでね。まあ、相手はドオーにあくび打ってくるけど、まあ、海竜が8巻って分かってるから、ドオー眠らせたところで起点にされるポケモンいないから、まあ、そんな焦る必要はないと思ってるんだけど、ドオー、まあ、一応引くか。いや、どう眠らせていいか。いや、一応引くか。イルカマンに。相手、ああ、引っ込めてくる。はい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 。で、海竜とイルカマンが対比する。で、海竜は冷凍パンチで倒せるんだけど、相手の海竜がテラスタルして、ノーマルタイプになってきた場合、冷凍パンチで海竜取れないんですよね。って考えると、一旦クイックターンで様子見していきたいでござりますが、テラスタルするか。ノーマルテラスタルしろ。まあ、こっちが水テラスして、ちょっとコーヒー飲むわ。まあ、普通にランクマ、やってるだけの動画。コーヒー、アイスコーヒーに入ってる氷マジうまいわ。染みてて、味が。おい、これ、ホノパンじゃないか、さすがに。いや、神速、じゃないか。いや、しかも冷蔵パンチ打ってたら、その海竜死んでるし。めっちゃ強気な読み通されてんだけど。これ、炎パンだよな。激輪打つわけないもんな。激輪打つくらいだったら、神速打った方が、まあ、相手的には得そうだし。いや、そうっすよね。まあ、これ、ゴツメで海竜倒せるか。てか、海竜よりアーマーガーの方がでかいの。まあまあ、衝撃なんだけど。
あーまあがまあまあこのパンで5つ目で落ちろ。いや落ちたら人気アランで相手のラス位置、そもそも銅を突破できない上にイルカマンのボーリーでね。おいーす、どうも器用ね。ニンフィア、こいつ飛ぶよな。変なタイプにならない限りは飛ぶ。いやニンフィアはね、水を半減できるタイプに、まあ、なるイメージないけどな。少し前に僕が動画で水タイプになるニンフィア上げてたけど、まあ多分、おい、降参が選ばれました。大サルド出した。イルカマンはね、使ってて、パワーやばすぎてね、気持ちいいんで、結構おすすめです。ランクマのシーズン終了が年明けなんですよ。そろそろ終盤戦に差し掛かってきたんで、頑張って戦っていきたいですね。よかったらチャンネル登録、高評価、動画にコメントしてくれると次の動画で使うかもしれないので、ぜひよろしくです。また次回の動画で知ればいい。